もう普通のビールには戻れない。ビアボールが切り開く新時代のビール体験、その驚きの可能性とは ?SNS で話題沸騰。ハッシュタグビアボールがトレンド入り、その人気の秘密をナンバーアイファンが語る。私たちのバンド、ナンバーアイがビアボールのエンドーサーに就任したというニュースに、ファンの皆さんはきっと驚いたことでしょう。私たち自身も、 この素晴らしい機会に胸を躍らせています。そして、その期待に応えるかのように、ビアボールは発売と同時に大好評。ファンの熱い応援のおかげで、あっという間に完売するほどの人気ぶりです。特にアセロラ割は、その爽やかな味わいと飲みやすさで多くのファンを魅了しています。すっごく飲みやすくて美味しい。これは無限ごくごく。 ごくごく系すぎて、一口でなくなりまふ、そんな喜びの声が SNS 上に溢れています。ビアボールの登場は、日本のビール文化に新たな風を吹き込みました。従来のビールは、苦くて飲みにくいというイメージを持つ人も少なくありませんでした。しかし、ビアボールはそのイメージを覆し、ビールをもっと気軽に、もっと自由に楽しむことができることを教えてくれます。 アセロラやレモンなど自分の好みの割り材で自由にアレンジできる楽しさはまさに新感覚。ビールが苦手な人もビアボールなら美味しく飲めるかもしれません。この新しいビール体験はファンの間で様々な楽しみ方を生み出しています。緑人層だと交互に夏の楽しみが増えたごくごくといった声からも ビアボールが夏の定番ドリンクになりつつあることが伺えます。また、アセロラ割りの鮮やかな赤色も人気の理由の一つ。アセロラの赤が好きというコメントからも、その可愛らしさが伝わってきます。ビアボールの楽しみ方は、まだまだ無限大です。フルーツやハーブを使ったオリジナルカクテルを作ったり、料理とのペアリングを楽しんだり、 さらにはビアボールを使ったスイーツを作ってみたり、その可能性は私たちの想像力次第でどこまでも広がっていきます。ナンバーアイのメンバーもそれぞれお気に入りのビアボールの楽しみ方を見つけています。ビアボールは私たちナンバーアイにとって単なる商品インドオースメント以上の存在です。それは新しい音楽体験と同様に。 新しいビール体験をファンの皆さんと共有するための架け橋。ビアボールを通じて、より多くの人々にビールの楽しさ、そしてナンバーアイの魅力を伝えたいと思っています。そして、この新しいビール体験は、私たちの生活にも様々な影響を与えてくれるでしょう。例えば、友人や家族とのコミュニケーションがより楽しくなるかもしれません。 ビアボールを片手に、音楽や趣味の話で盛り上がったり、たわいもない話で笑い合ったり、そんな時間を過ごすことで、より深い絆が生まれることでしょう。また、ビアボールは、私たちのライフスタイルをより豊かにしてくれるかもしれません。例えば、休日の過ごし方が変わるかもしれません。ビアボールを片手に、公園でのんびり過ごしたり、海辺で夕日を見ながらリラックスしたり、 そんな贅沢な時間を過ごすことで日々の疲れを癒すことができるでしょう。ビアボールはまだまだ進化の途中です。これからも新しい割り方や楽しみ方が発見されていくことでしょう。そしてその進化と共とに私たちのビール体験もより豊かで楽しいものになっていくはずです。さあ、あなたもナンバーアイと一緒に新しいビール体験の旅に出かけませんか ビアボールを片手に新しい音楽体験、新しいライフスタイルを一緒に楽しみましょう。そして、この新しいビール文化を一緒に作り上げていきましょう。ビアボールの魅力は、その自由度の高さにあります。従来のビールは、そのまま飲むことが一般的でしたが、ビアボールは自分の好みに合わせて自由にアレンジできるのが特徴です。アセロラやレモン、 グレープフルーツなど様々な割り材との組み合わせを試してみることで自分だけのオリジナルビアボールを楽しむことができます。また炭酸水やジンジャーエール、コーラなど割り材を変えるだけでも味わいががらりと変化します。まるで無限の可能性を秘めたキャンバスのようにビアボールは私たちの想像力を刺激してくれるのです。この自由度の高さは ビールに対する固定観念を打ち破るものでもあります。これまでビールは苦くて飲みにくいというイメージを持っていた人もビアボールならきっと美味しく飲めるはずです。特にアセロラ割りはアセロラの甘酸っぱさがビールの苦味を和らげてくれるのでビールが苦手な人にもおすすめです。また炭酸水で割ればスッキリとした味わいが楽しめます。ビアボールは ビール初心者から上級者まで幅広い層に愛されるポテンシャルを秘めているのです。ビアボールの登場は私たちのコミュニケーションにも変化をもたらすかもしれません。例えば、ホームパーティーやバーベキューなど人が集まる場でビアボールを振る舞えば会話が弾むこと間違いなしです。それぞれが好みの割り材を持ち寄ってオリジナルビアボールを作りながら 楽しい時間を共有することができます。また、ビアボールをきっかけに、新しい出会いも生まれるかもしれません。ビアボールは、人と人をつなぐコミュニケーションツールとしての役割も果たしてくれるのです。さらに、ビアボールは、日本の食文化にも新たな風を吹き込むかもしれません。例えば、和食とのペアリングを楽しむことができます。 ビアボールの爽やかな味わいは繊細な和食の風味を引き立ててくれるでしょう。また、ビアボールを使ったカクテルを開発することで新たな食文化が生まれるかもしれません。ビアボールは日本の食文化をより豊かにする可能性を秘めているのです。ビアボールの未来は私たちの手の中にあります。これからも様々なアイデアや工夫によって ビアボールの楽しみ方は無限に広がっていくことでしょう。そして、その進化とともに私たちの生活もより豊かで楽しいものになっていくはずです。さあ、あなたもナンバーアイと一緒にビアボールの無限の可能性を探求してみませんかそして、新しいビール体験、新しいコミュニケーション、新しい食文化を一緒に作り上げていきましょう。ビアボールは、 単なる新しいビールではありません。それは私たちの固定観念を打ち破り新たな可能性を広げてくれる革命的な存在です。ビアボールはビールの楽しみ方、コミュニケーションのあり方、そして食文化まで私たちの生活に大きな変化をもたらす可能性を秘めています。しかしビアボールの未来はまだ未知数です。それは 私たち一人一人のアイデアや工夫によって無限に広がっていくことでしょう。ここで皆さんに問いかけたいことがあります。ビアボールは日本のビール文化をどのように変えていくのでしょうかビアボールは私たちの生活にどんな新しい価値をもたらすのでしょうかそしてあなたにとってビアボールとはどんな存在ですかこれらの問いに答えながら 私たちと一緒にビアボールの未来を想像していきましょう。そして、新しいビール体験、新しいコミュニケーション、新しい食文化を一緒に楽しんでいきましょう。